唐津市の西の浜海水浴場からお伝えします。こちらでは1時間ほど前から雨は止みましたが、風は依然強く、波も大きな音を立ててこちらに押し寄せてきています。奥にある防波堤に波が打ち付けられて大きな波しぶきが上がっている様子も先ほどから確認できました。風は1時間ほど前の北からの風から西寄りの風にどんどん変化してきていて、またこちらの失礼いたしました、こちらの風がどんどん強くなってきていて、突如よろけそうになるほどの強い風が吹くこともあります。今後もそのような突然吹く急な風が予想されますので、安全な場所で注意して過ごすようにしてください。以上、唐津からお伝えしました。